ちょっと待ってくださいねへい、hey, こんばんは。 お集まりいただきありがとうございます。ライブは youtube ライブは久々になるんですかね？えー、えー、っと。前回いつやったのか忘れましたけど、だいぶ前な気がしますね。えー、っと、なんか後楽園ウォールの後、次なんか終わった後ぐらいにやった気がる。気すなうん。 えっと、そうだそうだ、前橋かどっかの前日にやったら、高楽園ホール、そうそうそう、思い出した思い出した。それ以来ですね、特に動画の投稿もなく、今に至るまで本当に何もなかったんですけど、まあ何にせよちょっともう本当、目がかゆいのよ目がかゆくてかゆくて、はい、え、ちょっと。 まあね、えっ、ー、と普段通り明日は全日本プロレスの揚げ揚げ大会ということで、えっ、ー、と揚げ揚げの、えー、ことを揚げ揚げ大会についてのお話等々しながら、えー、青柳ロンド風に対戦カードを読み上げて、えー、いつも通り適当なえー、お話にお付き合いいただけたらなと思います。よろしくお願いします。ああ早速清岡さんありがとうございます。こんばんは今日もお疲れ様です。いやーこんばんは清岡さん。 清香さんもおお疲れ様ででごございいますかかがお過ごしでしたか明日は、えー、祝日水曜日なので、えー、花の火曜日ということで清子さんも、えー、いかがお過ごしでしたでしょうか。うん、清子さん花粉は大丈夫ですかちなみに皆さんも、えー、とちょっと、ね、気になるところではあるんですけど僕はもう本当に特にこの時期ね辛くて辛くてあのくてティッシュの消費量が半端ないし。 目もかゆいしで最悪ですね。うん。本当に大変です。たまったもんじゃないね。清岡さん、ありがとうございます。えー、っと、まあ、えー、明日はですね、えー、全日本プロレス上げよう大会でございます。えー、っと、まあ、なんと言いますか、武蔵選手と武蔵さんと組みますね。えー、っと、どれだ んこれか。イコス上げをイコス上げを上げお自体は結構何回か全日本プロレスやったことあるんですけど、だいぶ久々じゃないかなと思います。おっさんライダーさんありがとうございます。上げを行きますとの,のことで、報告していただいた上にスパチャもされるなんてもう、おっさんライダーさんは神様です。ありがとうございます。えー、そうですね。えー 明日は久々何年かぶりのアオ大会ですかかねなんか何年か前にネクストリーム大会とか言ってやった記憶がありますけどもう遠いはるか遠い昔のようなしかもその時もなんかチャンピオンカーニバルが開幕するとかしないとかの直前だったような気しますねうんあ,ーあとそうだえっ、ー、と先日の3月の16日だったかなえー 渋谷のスクランブルスクエアの、えー、とイベントにお越しいただいた皆様ありがとうございましたあの時はですね本当にあのお客様との距離も近くトークショーが始まった時ちょっとどうしたらいいものか、えー、ちょっとね、えー 悩みましたが皆さんがあのねあの静かに私の話を聞いてくださったおかげで、えー、ほんと滞りなく進むことができました、えー、渋谷のイベントでね、えー、何回もね並んでくださったりあのタイミングを伺っては質問をしてねなんかこうちょっとあの何と言いますかあの久々にあ,るあの距離感での、えー、と触れ合いができた。 ことを本当に楽しかったなと思います、えー、本当にありがとうございました そしてですねその3月16日の次の日3月17日はですね DDT の27周年記念5時間工業の方に出場させてもらいましたそれもねご来場いただいた皆様あ,のありがたいことに会場を見渡すとあの青柳馬の応援タオルだったりとか青柳馬 T シャツを着て応援してくださった方が多かったなという印象で本当に嬉しい限りでした。 ごご来場いただきありがとうございましたえっ、ー、と3月17日はですね特にこうまあもうまだ1日2日しか経ってないんであれなんですけどなんか本当にこう久々にあのー、体が悲鳴を上げたというか疲れたというか大変な思いでしたね。まあなぜ大変だったのかというともうね開始してから、まあ、会場入りしてからねその。 家に帰るまでが本当に長くて長くてそれがつらかったし会場入して会場してから自分の試合が始まる始まるまでがまあ長いこと長いこともうあの待ち時間さえなければまあ勝ってましたね間違いなくあの待ち時間にやられました僕はあのあんなに拘束そのプロレスの大会であそこまで拘束されたのは初めてだったんでまあちょっと DDT にやられたなという思いでございます。 まあなので仕返しにね <coughs> DDT 自転車をねあの勝手に拝借させてもらいましたいい乗り心地でしたねあれは楽しかったですよ、えーうん、どこに行っても人気っていうか皆さんがねあ,のありがたいことに青柳優真を追っかけていただき応援していただけるからなんか人気者風に慣れてるのであって、まあ、これはもう青柳優真推しの皆様のおかげですよね。 青柳優馬推しの皆さんのおかげで、青柳優馬はどこに行っても恥ずかしい思いをすることなく、人気者風でやることができてます。本当にありがとうございます。えー、っとね、すいません、さっきから話す,すったり、冥界来ながらで、ね、本当に申し訳ないんですけど、えー、っとね、その、まあ、先月の大阪大会のね、グレートの大阪大会からもそうですし。えー えー、全日本じゃなくて、えー、と大橋さんの、えー、ルチャンコスペシャルもそうですしドラディションもそうですし本当にこう皆さんがね来ていただけるおかげで青柳グッズを掲げていただけるおかげでなんかこうアウェーな感じがしなかったですねあのなんかホームにホームでいつも通り試合してるような気分でしたね。まあ、なんかちょっっとこう皆さんの、ね、応援もあって なんですしまあ対戦した竹下選手のレベルの高さも含めてなんですけどまあちょっとあの大会の、えー、5時間工業で10全部で123試合あったと思うんですけどまあダントツで盛り上がってしまいましたね、はい、皆さんのおかげですし竹下選手のレベルの高さももちろんそのおかげでもあるんですけどまあちょっとあの興行をね全部食ってしまったなと。 いう印象ですね、えー、申し訳ない。メインイベントで対戦した選手たちには本当に申し訳ない気持ちでした。軽くメインイベントを食ってしまいましたね。本当すいませんでした。とありがとうございました。とお伝えしておきます。はいまあ、何にせよこうね。その他団体に出てから最近思うことがあるんですけど、えー、まあ、全日本プロレスって、なぜあんなにも熱いのか、あんなにも声が飛び交うのか。すごいですよね。なんかこうマジでこう。 会あの DDT さんの大会が始まって第1試合第2試合第3試合ぐらいをちょっとあのお客さんの雰囲気どうなんだろうなと思いながら見てたんですけどまあその意外と冷めているというか冷たいというかあんまりこう声を出して応援する人は少ないのかなと。 なんか後楽園大会自体もかなり人は多かったと思うんですけどそんなにこう声が飛び交うわけでもなくって感じですごいなんかドライというか冷たいなという印象だったんですけどまあやっぱりそのスーパーササダンゴマシンさんのね、えー、酒井さんが出てきてからというものの空気がやっぱ一変しましたね。 えとあのあおりパワポスーパーササダンゴマシンさんが得意とするあのあおりパワポが僕大好きで大好きでもうとにかくその下のモニターで見ててもあんまり声が聞こえないからって言ってちょっとねこっそりとえっ、ー、とゲート裏の方にね行って、えー、見てたんですよそしたらえー、すごいですねめちゃめちゃ面白かったです。あの超笑笑いましたた腹抱えて笑った って言っても過言ではないぐらい笑いましたね。やっぱ最高でした。あのー、やっぱ何度見ても、いつ見ても面白いなって思える。あのああおりパワーポン、あおりパワーポイント。なんか、ちょっと次、いつお呼びいただけるかわかんないですけど、もし絡めることができるのだ。であれば、あのあおりパワーポイントとかね。えっ、ー、と、パワーポの勉強をしたいな、なんていうふうに思いましたね。うん。 そうなんですよ全日本プロレスって本当なんかこう第1試合からずっと盛り上がってるんですよねありがたいことに第1試合からその最後のメインイベントの終了まで本当にこうなんでこんなにみんな盛り上がるの何でこんなにみんなずっと叫んでられる体力があるのってぐらいあの会場の雰囲気は素晴らしいですよ、ね、まあ DDT さんのあの大会は5時間もあったんでその最後の方にまでちょっと体力を取っとこうというふうに思っていた人が多かったかもしれないですね。 うん、<laughs> まあちょっとちょっと裏で見てましたけど KOD タッグ、えー、ニューピリオドの本田隆輝安西悠馬が挑戦した試合も見てたんですけどあ,れあの辺からやっぱこうあの会場の沸点というかあれが上昇したような気もするんですよねまあやっぱさすがだなとニューピリオドあの負けてはしまいましたけど素晴らしい試合内容とお客さんのつかみ具合が半端なかったですね。 本当にあの若さであのキャリアのあのなんていうんですかねあの,あの若いキャリアというか経験がないはずなのにあそこまでのやはりその力を持ってるっていうのはその2人あの安西優馬本田隆起が持つその天性のものというか添付の際なのかなっていう感じがしますね。<laughs> やっぱりここうううお客さんを引きつけていいたというかこう あの煽りパワポでだいぶ温まってきたというかお客さんもボルテージ上がってたんですけどまたさらに一つ二つギアが上がった感じでしたねなんかちょっとどうしよう後輩たちがあんなもう盛り上げてるのに先輩がダメだったらどうしようなんて結構心配もしてたんですけどね、はい、とてもとても面白かったと思います本田祐希のくせにまあそれをそれをも凌駕しセミファイナルではありましたけど この全日本プロレスではほぼほぼこのシリーズは第2試合だったはずのミスター第2試合こと青柳馬がいきなりセミファイナルで登場しメインイベントを食ってしまったっていうのが実際の事実ですね本当申し訳ないと思った上野くん申し訳ねえって原島さんごめんねごめんねって思いましたねまあ本当に冗談抜きで食ったと思ってます僕ははい あの大会で一番盛り上げたのは青柳悠馬対竹下幸之助だったんじゃないかなと僕は思いますけどねえまあ負けましたけどねはい <coughs> えすいません喋ってるとなんか鼻で呼吸できないから息が上がっちゃって <laughs> すみません目もかゆいしねうんとそうミスター第2試合ミスターミスター前半先攻と青柳悠馬がいきなりセミファイナルに登場するんですよ めめちゃめちゃゃ体力削れれたたし疲れたよにまあでも第1試合第2試合第3試合とかそういうのは関係なくあのセミファイナルだろうがメインイベントだろうが第1試合だろうが第0試合だろうと、えー、青柳優真はあの盛り上げてしまうミスターオールラウンダーなんで、はい、青柳優真天才肌男なんでどうぞよろしく、うん、世界のね優真青柳かどうか分かんないですけどまあ世界に。 匹敵してしてまううなんだっったら世界をも食ってしまうまあ世界の基準になるとちょっとわかんないんでまああの日本一暫定日本一ってことにしておきましょううん暫定日本一青柳う馬日本一です天才肌男なんで日本一のレスラーです暫定でうわーほんと名誉あんまり書いちゃいけないんだろうけど書き,きたくなっちゃうようん うん、吉達以外は確かに美味しく料理できるね、うん、吉達は素材が腐ってるからダメあの素材はいいんですよ例えばあのねあのすごいちっちゃいじゃがいもだろうとあのちゃんと腐ってなければ料理はできるわけですから吉田津に関してはまだ完全に腐ってます、ねまあ相変わらず腐ってたしどこ行っても人気ないなっていうのを感じましたねあの 石川さんと吉達さんが組んでた試合見たんですけどまあ相変わらずだったなとそれがちょっと懐かしく思いましたねあ、南さんありがとうございます花粉症お見舞い申し上げます明日も頑張ってくださいねみ南さんも花粉症は大丈夫ですかもし花粉症で辛かったりあのなんかお体をの体調を崩されてたらこちらからもお見舞い申し上げます明日頑張りますね南さんありがとう丸尾さんもありがとうございます丸尾さんよ に暫定日本一そうですね暫定日本一ですまだまだこう誰が日本で一番すごいのかっていうとまあいろんな選手が上がると思うんですけどまあ間違いなく青柳馬もその中の候補の一人と言っても過言ではないでしょうなので暫定日本一ということでそれでいいって感じなんじゃないですかねうん余一つのコメント拾っちゃダメじゃあ拾わないようにしますあのなんていうのかな みんな大好きタツボーイっていうけど別に好きではないんですよねどちらかというとあの嫌いでストレス発散のためにこの,この場を設けてあの人をバカにするだけであってなんかこうやめてほしいですね青柳優真実は名前出したりしてるから好きなんだろうみたいなあんなのあんなクソ野郎で嫌ですよ全日本プロレスにあのクソぶっかけて中指立ててやめてった人間ですからあれは本当にてめえの力でで何もできなかったくせに。ここで あの俺がやりたいプロレスはないですって言ってやめてったあのクソ野郎は絶対に許さない世界一のうんこ野郎ですあいつは秋山さんがセミの解説入ってて褒めてたっていうはまあなんかちょいちょい聞くよね、うん、なんかまあ試合終わった後に声かけてもらいましたよ久々によくやったってよく頑張ったみたいな感じでうんであの冗談 本当かどうかはまだちょっとレスルユニバース見てないし加入してないんでちょっとわかんないですけどあれですねあのなんだっけあの解説でめちゃめちゃ悪口言っといてやったからなって言われました多分冗談だとは思うんですけどねまあなんかちょっとそういうちょっとした会話をねしましたしあの控え室では「熱木大丈夫か?」なんてあの心配してくれてましたね敦木のことも含めてああのまあなんだかんだだか言って。 あの見てくれてるんだなという感じですねはい万次郎さんありがとうございますノアの東京ドーム大会もそうでしたけど竹下戦でのネット評価を見る限り今回もユーマさんが団体のお客さんを全日本に連れてきてくれると確信しておりますまあそうですねその万次郎さんやはり鋭いですねさすがです万次郎さんしかもそのコメントをしていただく上でスパチャもしていただけるなんて万次郎さん本当に鋭いですありがとうございますまあ。 なんと言いますか、DDT プロレスとプロレスリングノアって全然客層が違うなっていうことはなんとなくわかりましたね。まあ、ノアのリングがちゃんと上がったのってその東京ドームだけなんでわかんないんですけど、あのなんかやっぱりこう多分その前回の降楽園大会かな、DDT さんのあの LDH の竹内さんでしたっけあのエグザイル系の人のランページだったかな。 あのその人がプロレスデビューをしてであ,の、まあ普段プロレス見ることのない人がプロレス会場に行って多分その別その何て言うんですかね武智さんがきっかけだけど新たなそのファンが多分獲得できてると思うんですよ DDT さんって。何て言うんですかね。 あのやっぱりなんかこう僕が想像してたあの僕があの1月3日にあの上がりに行った時の DDT さんの雰囲気とやっぱあの瞬間って全然ガラッと変わってたんですよ。あのなんていうのかなまあ本当に竹内さん目当てで行ったけどプロレスにもハマってしまったみたいな人が間違いなく増えてたと思うんですよ。まああそれれののちょっっととおこぼれをもらったいいうか間違いなくあの ニューピリオドの本田竜樹安西優馬も含めてそうですけどそういう、ね、竹智さん好きの人たちも多分僕ら3人のことを見て一目置いたんじゃないかなと思います。もしかしたら、ね、あの全日本フレンズが増えるかも分かんないですね自分で言うのもなんですけど、はい、なんか多分本当にこう新たなファン獲得できたんじゃないかなっていう気はしますね。つかみは いいいと思います個人的にはあんまり、まああの本当23人ぐらいは、まあ、23人ぐらいは来てくれるんじゃないかなっていう感じで思ってます分かんないですけど本当と武智さん効果は多分間違いなくあると思いますまあやっぱりこうそういうねあのエグザ l ル l d h からそうやってプロレスラーになれるっていうことはそれすなわち、まあ、プロレスから逆輸入することも可能なんじゃないかとプロレスから LDH になれる ことも可能なんじゃないかと思うので僕はあの全日本プロレスで所属でありながらこうエグザイルデビューを目指して頑張りたいと思いますおっさんライダーさんありがとうございます局長と大将と専務は試合内容と個性の強さで試合持ってっちゃいますよねうんまあおっさんライダーさんは本当によく分かってらっしゃるやっぱりねそのいいか悪いかは別として本当に個性は強いですからね全日本プロレスってなんか <laughs> 本当に大将と僕とかのね専務 マジであの最近は結構悪目立ちに走ってる気はするんですけど <laughs> まあ本当に個性は強いいと思いますよ僕は,個性,は個性を捨てた人間ですけどね相手に染まることによって自分の存在感を、まあ、あの見せつけるまあ言ってしまえば逆,逆カメレオン的な感じですね。 カメレオンはあの擬態して自分の存在を隠すけど僕はその擬態して自分の存在感を示すタイプなんで逆カメレオン男と呼んでくださいエグザイルそうエグザイルにな,なるよ俺は、うん、踊れるよ俺歌えないけど踊れるよ結構ダンス自信あるよ練習すれば誰だってできるさうんその練習が足りてるか足りてないかそのちゃんと練習したかどうか努力したかどうかで 人間って決まると思うんで、僕も多分あの ldh のね。そのダンサーとかダンスめちゃめちゃ頑張って夢とか目標にしてる人に対してすっげー失礼かもしれないですけど。まあ青柳馬練習すればいけますよと。と天才肌男なんで間違いなくいけますね。はい。エグザイ入りします。ldh 入りします。青柳馬ね、ええ。絶対まあその可能性というか片鱗はあったんじゃないですかね。その ldh から。 プロレス界まあこっちに来るそれすなわち逆もまたしっかりだろうということで、まあ、プロレス界もしかしたら DDT の誰かからそっちに行く LDH になる人もいるかもわからないですし、まあ、それが青柳優マかもわからないですからねはい歌って踊れて戦えちゃうプロレスラーどうしようアルファベットのユーマーって名前にしようかなうんそうラブドリームハピネスですようん 天才肌男さん全てがかっこいいありがいいますか全てがかっこいい天才肌男なんで多分エグザイリーも夢ではないでしょう可能性はあると思います万に一つですけど万に一つの可能性ですけどないとは言い切れないと思います、うん、そうプロレスラーでありパフォーマーであり全日本プロレス所属であり、えー、LDH 所属になります 明るく楽しく激しいラブドリームハピネスをお見せしますよ青柳馬のううんそう逆輸入型逆輸入型 ldh になります、うん、エグザイルのあきらさんに弟子入りしたいですねはいエグザイルで一番好きなのはあきらさんなんで弟子入りしたいですめちゃめちゃかっこいいよねうんマジで憧れです ldh 入りしたいです ldh によろしく伝えてくださいうん。 まあ、えー、とそういうね冗談じみた半分本気の話はさておきえー、とまあなんと言いますか本当にこうね、えー、竹下幸之助戦を振り返るとですねまあ何にせよこう本当にすがすがしい真っ向勝負をしたような気もするしあのー、ねいつも通りあのー 最前列にいた、えー、全日本プロレスにいないような、えー、応援する竹下竹下ババアがあのいたんですけどもそういう人をこういじりつつも、えー、青柳悠馬のねらしさはあの全開でいってしまったんじゃないかなと思いますね、えー、そのせいでだいぶあの負けてしまいましたけど。 勝負という点では完全にただあのまあいい珍獣屋としての効果はあったんじゃないですかね DDT さんも青柳馬の万能さに、まあの,にあの気づいてしまったんじゃないですかね、まあ。もしかしたらプロレス界全体が竹地ギャルズガールズとか竹下ババアどもが青柳馬の万能さに気づいてしまった可能性はありますね。 まあやっぱりこうね天才肌尾ですけどなかなか世に認められないというかなかなか世に出ないのがこの全日本プロレスたまに傷なところなんではいなんかレベルは高いのに全然知名度がないこれはもう完全に全日本プロレスの今の課題ではありますよねまあその一端をえっと少し蹴破ることができたんじゃないですかねその3月17日そのニューピリオドの二人もそうですけどまあ僕 元,元ニューピリオドの、ね、3人が、えーとまあ、切り開いてしまったんじゃないかなと僕は思いますね。うん、まあ本当にいいチンドン屋としてお邪魔させてもらいました。次があるならあのパワーポイントまたは、えー、と高木三四郎と勝負したいと思ってます。まあやっぱり第一希望としては高木三四郎との一騎打ちあとスーパーササダ団子マシンとの戦いで3番目に えー、竹下幸之助との再戦が一番あれですかねはい、うん、やっぱね次出るからにはなんかどうやら幸之助く君もあれらしいじゃんなかなか日本に帰ってくる機会がなくなるみたいなこと言ってたからさ、まあ、どうなるか知らないっすよあのね日本人のライバル的なね存在が AEW 増えちゃいましたからねもしかしたら殺されて日本帰ってくるかもしれないしまあそうなったらまたま,また青柳馬が遊んで差し上げますよはい。 ベタさ,さん、この前の試合でファンになりました。ありがとうございます。この前の試合というのは3月17日のことでしょうかそれとも、えー、2月29日のルチャンコスペシャルの方でしょうかそれとも3月5日のドラディションの方でしょうかあるいは2月,じゃい2月23日の大阪グレートでしょうかありがとうございます。<coughs> 嬉しいですねまさか青柳 FM の存在を見つけてこの空間に入ってしまうとは。そう高木さんも休業でねあれですから休業も近いですからそれまでに行きたいなと思うんですけどまあ何にせよこう行きたいなって言っても思ってもオファーされない限りは無理なんでまあ何かチャンスがあるごとにあの誰絡みをしてチャンスをつかみに行きたいと思います。 いやだよ。レクサスは使わない。それだったらうちの車用車を使って引きに行く。それか今青柳ゆうまが使っている自転車をかい改造して。あの。青柳ドラマチックドリーム号ならぬ青柳ゆうま号であの田上三四郎をあの引き,引き倒してやりたいと思います。ゆうまさん vs 吉彦戦見てみたいです。吉彦はいいよ。 あれはなんかあの目が怖いんで、なるべく関わりたくないです。うん。いやー、あの映像はビビったよね。高木さんが引かれてる映像え、普通に引かれてんじゃんと思ってね。笑った。なんかあの全然劣化版だけど、昔のあの？ ののの誰かかかもどっかの会場で惹かれてたたを見たような気がしますねあまりにもなんか引いたというかぶつかりにいったというかあのただ当たっただけのような,なんかすごいすげえ微妙で何とも言えない映像だったと思いますけどなんかそんなようなその映像をちょっと思い出してしまいましたねそういえばと思って <laughs>、うん、大社長対 大社長対ペーペーいいじゃんね路上でもいいよ。路上でもいいし、新幹線でもいいし、何でもやりたいね。うん。何でも。いや、ちょっとでも、路上は憧れあるな人生で一度でいいから、路上プロレスというものは経験してみたいなってのはありますね。うんそう。交通事故。うん。やっつけたいですね。引いて、引いてやっつけてやりたい。路上プロレスなら、全然、あれでしょ。 犯罪にならないでしょならいいじゃんやってみようぜやってやりてえよやりたいな一度でいいから本当にこういろいろやってみたいな一度でいいから電流爆破と路上プロレスはやってみたいですね人生で一度は経験してみたいうん。花粉症なんですよ目が痒いし鼻もあれですいませんねお見苦しいところお,きお聞き苦しい鼻をすする音ばっか聞こえてくるかもしれませんが肛門爆破ですマッチはやりたくないですねそれは はい、いつか青柳社長だもんねまあ慣れるならなりますよ役職手当がもらえる役職に就きたいです僕は役職手当がもらえないんだったら役職に就くつもりはないですねはい会場で応援してましたありがとうございますうん電流爆破は一度やってみたい、うん、一度だけでいいそうできればあの大仁田のじじいじゃなくて別の人でうん 人間で亡くなってる高木さんしろ実は人間じゃない説はありますねもしかしたらマルオさんありがとうございます花粉症のお薬買ってくださいありがとうございますマルオさん嬉しい限りででも花粉症の薬というかアレルギーの薬はもうすでに買って飲んでるんですよアレルギーの薬を飲んでるのにもかかわらず買って飲んでるのにもかかわらず目が痒いし鼻もダメなんです <laughs> どうしたらいいのうん内科の処方箋ですよしかも そのなんかドラッグストアとかで買ったあの適当なやつじゃないですよちゃんと内科の処方箋です処方箋でもらったやつなんですよそれでもつらいんですよだからこの薬がなかった場合余計つらいんだろうなと思うと想像したくないですねマロウさんごめんねありがとううん彼女こすらない方がいい目薬とかももらいたいけどね 目薬はもらってないんだよね。まあ別に、あの目,目に関してはほんとたまに、めちゃめちゃ痒くなる。それが、そのたまにが今まさにそれなんですけど。うんはあ、薬は、あいや別に、そのなんていうんですかね、全然効いてないわけじゃないんです。ちゃんと効果はあります。ただ、ねあの毎晩寝る前とかに飲む薬なんで、今多分薬が消えてる的な感じなんだと思います。 単純にその最近あのー、なんていうんですかね天気が良くて花粉がすごいから辛いっていうのがありますね試合中はとりあえず試合が始まってしまえば大丈夫なんですけどあまりにもひどい時は、うん、鼻すすりながら試合してますよねこの前の三月十七日なんか鼻水出るんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてましたね、あのー、会場が盛り上がるか盛り上がらないかの心配の次に鼻水が垂れるか垂れないかの心配してましたねマジで辛かったんで、うん ああ申し訳ねいマジで「花粉何ともない」とか言ってる人が羨ましいよ誰だっけ神林さんが言ってた気がするな「花粉つらいんですよね」って話したら「俺全然ねえわそういうの」って言ったマジで羨ましいほんとこう年中花粉に悩まされてる人もいるのに全くかあのね悩まないっていうのはいいですよね羨ましい限りで何というか地球という星の環境に適した生き物ですよねうん マジでこう花粉とかねその自然のアレルギーが出ちゃう人ってあんまりこう地球の環境に適さない生き物なんじゃないかなって気するんで年中例えばこう「花粉でつらいです」っていう人は本当に多分地球は適してないんじゃないかって気がしますよね。はい、その地球に住むなとは言わないですけど多分地球に適さない生き物だになっちゃったんだと思います。はいうん コンタクトもね別にコンタクトしてる時はあんまり気にならないかなそのコンタクト始めたっての頃はドライアイでだいぶちょっとつらかったですけど最近慣れましたね、うん、そうそういう考え方です本当にこうこの時期になると青柳悠馬という地球人は地球に適さない気がするんですよね本当そんな気がしてならない、うん、えー、マジアレルギーゼロじゃあもう完全に 地球人ですね地球に適した地球という星に適した地球人ですね羨ましい限りで,マジでこの季節は宇宙に旅立ちたたいいです惑星移住したいよねなんかあの SF の話じゃないけど火星だとか別の星になんか人間が住める環境を作ってあのそういう植物性のアレルギーが存在しない星に。 渡りたいですよね渡り鳥じゃないですけどあ渡り鳥といえば今日あれです映画のフライという映画を見てきたんですよあのなんて説明したらいいかなあのカモの家族の話ですねあのフライというえっ、ー、と、まあ、なんて説明したらいいんでしょうかあのディズニーピクサーのあれですなんとなく今日い行きたいな見に行こうかなと思って見て あの吹き替え版ですけど見に行きましたえー、豆太郎さんありがとうございます地球に適した人間から花粉症のお見舞いです豆太郎さんもじゃあ花粉症は存在しないということですかさすが羨ましいいいですねもう歴史とした地球に地球という星に適した地球人ですねおめでとうございます豆太郎さんありがとうございますうん。そう鳥のやつそう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 堺雅人さんがその メインキャストというかその吹き替えの,の吹き替え版の声優をしている作品でまあ「フライ」っていうそのディズニー・ピクサー作品自体にはそこまで興味はなかったんですけどその酒井正人さんのその声そのあの人の演技が結構好きなんでその声だけになった時どういうあれになるのかなというのが気になって見に来ました。素晴らしかったです、ね、面白かっったたでですすね面白 銀ねりさんありがとうございます。<laughs> 320円とだけ表示されてます。ありがとうございます。うん、えっ、ー、と、まあその面白かったですよ。普通にうん。渡り鳥の家族の話面白かった。うん。まあな何,何にせよ。こう。最初こうなんか予告の時に聞いた。声がまさか。堺雅人さんとは気づかずに。 あの最初僕大泉洋さんかななっ思たんんですよなんか声が大泉さんっぽいなーなんて思ってたらまあ堺雅人さん、まあ、別に大泉洋さんでも多分見に行ってたと思うんですけど大泉洋さんも好きなんで。 まあ見に行ってたと思うんですけど、ま堺、あ、正人さんが声優をされるということで見に行きました。はい、あゆいさん、ありがとうございます。えー、ゆうま選手の魅力を伝える布教活動を成功して、着々と職場にゆうま選手のファンが増えてます。あ <laughs> ゆいさんありがとうございます。布教活動していただいた上に、しかもスパチャをしていただけるなんて、もうゆいさん最高です。神です。ありがとうございます。水谷さん、ありがとうございます。宇宙に行ける資金の一部に。 いつかそうですよねなんかこう人類の科学とかそういうあれが発達してなんかその500円片道500円ぐらいとか今面白いなと思いますよね。例えばあの交通費片道500円とかね、えー、あの宇宙に続く新幹線だとかあのね、まあ、あの銀河鉄道な9んじゃないですけどそうやってね星を渡る電車とかができたら面白いなと思います。だかから500いつか500円で宇宙を 地球を出ることができる時代が来ることをあのちょっと願ってしまいますねありがとうございます中谷理事さんありがとうございます花粉症じゃない人が羨ましいですね私も絶賛花粉症なので今の時期辛いですまあねなんかこう本当つらいよねあのなんか花粉症ってこの時期じゃないと存在しないと思ってたんですけどやっぱ年中花粉というものは飛んでるみたいなのでやっぱ時期なんでしょうね だからリリーさんとと僕は同じです、ね、仲間ですすすね仲間ありがとうございます、うん、砂の惑星って何デューンデューンってなんかそんなような名前では話じゃなかったっけ見てないし見に行くつもりはないんですけど、うん、花粉爆破デスマッチはやばいでしょう死んじゃう死んじゃうマジで軽く死ねるってダメですそれは、うん、ドゥームじゃなくてデューンねデューンなんかそんなような気する 知恵香さんありがとうございます花粉症を大事にしてください三点九楽しかったです知恵香さんありがとうございますご来場もいただいたみたいでありがとうございますあとはなんだっけあの前も話したんですけど前話したなんだっけなんだっけ8、えー、その渋谷のスクランブルスクエアのイベントの時にちらっと話したんですけど <laughs> マイホームヒーローという映画を見に行きましたね、うん、マイホームヒーローが、えーと 最近久々に行っっったた映画でですすねね、まあ、やっぱ面白かったです、ね、佐々木蔵之介さんの,あの娘の彼氏を殺してしまってそこからどんどんとこう、まあ、娘の彼氏がちょっと半グレの人でその半グレの集団に目をつけられてしまい娘を助けながらも警察を欺き半グレを欺き娘を守っていくっていうような内容だったんですけどまあ本当にあれ,はあれは面白かったですね。 そう、漫画が原作だったっすね、確か。うん。<laughs> <laughs> うん、花粉症には針が効く。針って何あの、石骨院とかで打たれるようなあの針。え、そういうのあんの石骨院、万能じゃん。<laughs> それとも花粉症、内科とかでそういう花粉症治療で針を受けれるとかっていう感じ えどうなんだろうそれはちょっと気になりますね。一回受けてみたいですね。映画ね、さい。あとは今度、4月の下旬に公開されるゴジラと、海外版のゴジラの映画もあるから、それも楽しみですね。まあ、あとは、なんだっけ、なんだっけ、名前が出てこない、3月に公開された。 アー,ガイルアーガイルっていう映画アーガイルって映画もちょっと面白そうだなと思ったんですけどまあそれに関してはちょっと吹き替え版がなかったんで諦めましたね。アーガイルがその何て言うのかな <laughs> あのめちゃめちゃ面白そうだしあのちょっと映画で見てみたいなーなんて予告編を見た時に思ったんですけどまあちょっと吹き替えがなかったんで DVD とかあのなんかサブスクで吹き替え版があの配信されたらそれを見ようと思います。 いいなああガイルあ見に行ったんだああガイルいいなうらやましい俺ちょっとあの吹き替え版じゃないと無理英語わかんないし下のあれをあれを下のさあの、和訳を目で追ってしまうから <laughs> マダムウェブもねあれがなくて吹き替え版がなくて見に行ってないんですよ諦めましたていうかびっくりしたんだけどいまだにあのなんだ あのな,、えっと、の,のなんだっけえっと宮崎駿の宮崎駿さんの何だっけと名前が後忘れしちゃった「君たちはどう生きるか」未だにねあれもなんかちょっと面白いかなみたいな感じでまあちょっと半分はポップコーン食べたさに見に行ったんですけど未だに続いてる大人気作品なんですねあれうん「君たちはどう生きるか」あと「ゴジラマイナスはもう未だにやってるしあとは何だっけあの福山雅治さんが主題歌で歌ってる「あの あの花が咲く丘でまた君と出会えたらでしたっけあれも未だにやってるもんねすごいよねうん淳さんありがとうございます次の映画のポップコーンセット代に <laughs> ありがとうございますもうその金額でいけますねはい淳さんのおかげで、えー、映画もポップコーンも楽しめますありがとうございますうんアカデミー的なねそういうのとなんかすごいゴジラマイナスワンに関してはすごい受賞してたよね宮崎駿さんのもそうなのかな 全部アカデミー系だから未だに公開してんのかな見に行こうかなあのあの日あのあの花が咲く丘で君とまた出会えたらでしたっけ合ってるかどうか分かんないですけどまだ日本で公開予定なかったと思うんですけどあービーキーパーね私も見たいジェイソン・ステイサーも主演のやつでしょうんそうそうビーキーパー見たいですよね ジェイソン・ステイサム系で言ったらこの前はその結構前にエクスペンダブルズとメグ・ザ・モンスター2も見に行ったし映画館ではないですけどサブスクであのキャッッシュトラックも見ま,したねまあ何にせ私はあのジェイソン・ステイサム映画は結構好きで大体見てますね。 ジェイソン・ステイサムのインスタグラムをフォローしてるとそういう映画情報も流れてくるので「ビーキーパー」は確かに見てみたいあれって日本で公開されないのかな公開されないんだったら早いとこフールとかであの吹き替え版でやってほしいなあのジェイソン・ステイサムの,あの吹き替えを演じるあの山路浩二さんでしたっけあの人の,あの声があの人の声とジェイソン・ステイサムのコンビが大好きなんで。 あれは見たいですね、うん、マジでいいそキャッシュトラックもジで面白かった、うんまあ、でもやっぱジェイソン・ステイサム系の映画でなんだかんだで面白かったのってあれですかねトランスポーターとかメカニックとかあとはまあメグも面白かったし大体面白かったですねうんあとはあれも見たいアドレナリンは見たことないからアドレナリンは見たいんですよねジェイソン・ステイサム大好きで アドレナリン、ジェイソン・ステイサム好きならアドレナリン見ろよみたいなことをうちの四男か3男に言われたっすね。あいつも弟もジェイソン・ステイサム好きなんで、うん。まあ、ステイサム映画は見たいですね。ビーキーパーはマジで見たい。あとは、そうですね、次のあのファストフューリアスの最新作、次いつ公開されるのかわかんないですけど、そこにもジェイソン・ステイサム出るでしょうから、それは見たいですよね。 清川さんありがとうございます。エクスペンダブルズを見てジェイソン・ステイサムにはまりました。本当にかっこいいですよね。いや本当にエクスペンダブルズも面白い。最初のシリーズから一応全部見た。うん。あの、面白かったです。マジで最高。ステイサム映画だと大体面白い。メカニックとかあの辺も面白いんですよね。ぜひとも見てもらいたい。まあ大体そのステイサムが演じる役って殺し屋だったり、あの、ね、その、 そういう系危ない系まああの銃撃ったりバンバン撃ったり人死んだりするみたいな映画なんですけどねまあそれが最高に面白いですおっさんライダーさんありがとうございますステイサム系男子そうですねジェイソンステイサム系男子ですよね僕はマジで大好きですね一度でいいからジェイソンステイサムと会いたいです、うん、ジェイソンステイサムとドウェインジョンソンが好きですあとはあとあれも好きだなあの。 ライアン・レイノルズも好きかなデッドプールとかなんですけどうんなんか好きなんですよねあとなんだっけ昔見たことあるジェイソン・ステイさんの映画で面白かったなーって思ったやつちょっと名前が出てこない結構いろいろ見てきたんだけどうんああそうそうコスチュームの後ろに書いてあるその由来はメカニックですねはいあキラーエリートも見たうん見た見たあれも面白かったあ。 人は何だったかな何やってたっけ、うん、まあいいや無理に思い出すと頭痛くなりそうだからやめとこううんそのねコスチュームの裏にあの、まあ、ガウンですけどガウンと2パットかなに書いてあるビクトリー・ラブズなんだっけプリパレーションでしたっけあれはもうまさにそのメカニックですねそのメカニックのそのなんかあの,そのジェイソン・ステイサムが演じる殺し屋の友人 が持っていた拳銃でしたっけ？に、あの、刻まれている文字が、その、まあ、勝利は準備を愛するっていう直訳なんですけど、まあ、英訳というか、映画でかっこよく和訳されてるのは周到な用意が勝利を招くっていう、あれだったんですけど、まあ、その言葉が僕はかっこよくて好きだなと思って、あれを自分のコスチュームに入れてますね。ビクトリーラブズプリパレーションでしたっけ？そう、まあ、言ってしまえば、こう、メカニック系男子というか。 あのステイサム系男子のゆえんですよねはい本当にあれがあの言葉があの文字が大好きで、まあ、入れてますね自分もそれに見合うようなかっこいい男に見合うような準備がしっかりできる男になりたいなと思ってこうやってますねうんそんな感じですねうん <coughs>、えー、そんな感じかなジェイソン・ステイサムで言ったらまあそういうのが好きなんですよね だからあのもしねあの年取っておじさんになってもあれぐらい渋くてかっこいい男でいたいなって思いますよね。マジでこうそうそう周到な用意が勝利を招くそう大好きな言葉ですねままあちょっとそれもまたね。 あの悲しい話なんですよ、ね、そのまあ,あの殺し屋だから依頼されたら必ずあの誰だろうと殺すっていう,こう信念を持ってやってる殺し屋なんですよ、まあ、依頼人の依頼は絶対だということでそのまさかの依頼人から受けたその仕事のやる相手がその自分の友人といえる相手でその銃に拳銃に刻まれた「ビクトリー・ラブズ・プリパレーション」と書いてある銃の持ち主を最後。 あの依頼だからといってすまないといって殺してその銃をもらうわけですよそ,うそれがこういいなっていう感じでそれがちょっとね切なくもありやはりかっこいいな正義さもという感じですね。うん、あガンダムはガンダムシリーズは見たことないから、うん、全然見てないですねガンダムシードに関してはガンダムシードデスティニーでしたっけガンダムシードフリーダムでしたっけ まあなんかこう見てみたいなとは思いつつもねその多分世代で言ったらドンピシャな気するんですよ「そのガンダムシード」とかの辺が意外とそのガンダム自体は見てないんですけどガンダムのゲームとかちょいちょいやってたからね意外と楽しくてやってたんですけど、うん、友達ともいろいろやってたんですけどまあ勝つことはできなかったですよねはい映画映画コラムいや別にそんなねコラムとかそういうのには向いてないですよあんまりこう <laughs> 何映画の声優をするとしたら何をやりたいか、うん、ドラえもんとかの映画出てみたいですね <laughs> ドラえもんの特別ゲスト声優的な感じで出て,出てみたいですよねドラえもんとかクレヨンしんちゃんとかそういうのあとはそのなんかあの洋画の吹き替え役とかちょっとした役でいいから出てみたいですよね、うん、いつか出るとしたら。 まあ声優向きの声ではないんですよねボソボソっとしてるしあんまり通らない声だから、うん、個人的にそのあんまり聞き取りにくい声だと思ってるんであんまり声優には向いてないんですけどいつかこうできるならやってみたいですね、うん、そう「ドラえもんドラえもん」ほら「ドラえもん」とかそのなんか子供受けし子供受けしたい映画に出たいですねロボット系のアニメは見てないっすね ロボット系は見たことないな。うん。ないっすね。あ、そうそう、コナンとかも出てみたいっすね。うん。その、犯人役とかで出てみたいっすね。うん。なんつうのかな。あと、あとはあれかな。なんか、あの、仮面ライダーとかの、あの、ベルトの声とかやってみたいし。 あと、なんか映画、劇場版にしか出てこない敵役とかもやってみたい。うん。そ,そういうのやってみたいですね。エキストラでもいいしで、から出てみたいっていうのはありますよね。そういうのは。いつかやってみたい。映画の映画とかのなんか、雑魚キャラでいいから出てみたい。ああ、そうそう、アンパンマンとか、あと、機関車トーマスとかそういうの。そういうのの映画館にしか出てこない、なんか特別キャラクターの、あの、 ボイスキャスストをやってみたいですねスポコンアニメはどうだろうわかんないな、うん、あんまり考えたことないな最近で言うと配給がやってたと思うんですけどまあそこに見に行ってないですねまあなんか本当にこう映画でしか出てこないキャラクターの声優は一度でいいからやってみたいですよねうんジョ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 はマジで好きだから出てみたいですねはいあの なんかオラ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 って言って食らわされる役でありたいですねレイさんありがとうございます局長が生き生きと映画の話をしているのが新鮮解説が楽しくて聞いてましたありがとうございますまあ、レイさんもしかしたら最近青柳 FM の方に来られたのかなと思うかもしれませんがだいたいこの青柳 FM ってこう映画の話とか僕のくだらない話あるいは吉田津の悪口ぐらいしか話してないですよまあ、なのでえっと ようこそレイさんあのこういう感じでいつもあの,のんびりと長々と適当にやってるんでよかったら集まってくださいまあもうちょっとしたら時間も時間なんであのアゲオ大会の、えっと、対戦カードを三村ロンドさん風に読み上げてあの終わりたいと思ってますんでぜひとも最後までお付き合いくださいああそうそうそうあの松潤が出てた99.9の,あ,のあれにも出てましたよねプロレスラー何人か。 僕がちょうど欠場して家に見てる時に秋山さんと永田さんんと田が出てたの,かなあのまあ同じシーンではなかったんですけどあの家族の中で「え松潤と秋潤が共演してるじゃん」みたいな話をしましたね。んですかなんかスパチャだけいただいちゃってありがとうございます。 何かコメントくれたら読み上げますので、またよろしくお願いしますね。ジミー目ブスノスジミー目ブノスケさんありがとう。おっさんライダーさんありがとうございます。局長の声で変身したい。え仮面ライダーのこうベルトの声やってみたいですよね。うん。なんかあの最近むちょっと前の仮面ライダーだとそんなにこう人の声がないんですけど、最近のライダーって結構そのそういう声優がついたりすること増えましたよね。なんか。 そういういいのののベルトの声やりたいですね例えばそのベルトの声とかのあれになったらおもちゃでも発売されるわけだからさ結構ガッポガッポでしょお金、うん、ガッポガッポでしょうね、うん、ザ・フールもジョジョの由来ですそうですあのー、当時、えー、全日本プロレスにまだいたジェイク・リーという男がいたんですけどジェイクさんねジェイクさんがえっ、ー、と D4C という必殺技を、えー、持っていたのでそれに対抗して何かいいものはないかと考えた時にザ・フールというのが浮かんできましたしまあ,あの愚かなおバカなものなもんですからザ・フールって言葉がお似合いなんじゃないかなと僕自身にはお,見お似合いなんじゃないかなと思ってザ・フール愚者というかおバカというかバカ者というかにしましたね。それもまあ言ってしまえば徐々まああとはタロットカードも由来もありますね。 ちょっと中2っぽい感じのあれでやりましたまあプロレスラーの必殺技なんて大体そんなもんじゃないかななんて思いますうんクレヨンしんちゃんいいでしょううんクレヨンしんちゃん似合ういけるから、うん、それかあの今度あの新シリーズが始まる「ドラゴンボール」のアニメの声優をやってみたいですやらしてください <laughs> ドラゴンボールダイマーって言うんですけど、やりたいな。声優の仕事をください。声優学校通おうかな。プロレスラーになり、プロレスラーをやりながら、うん、声優になりたい。声優学校通おうかな。できっかな。入学金とか払わないと、うん。いけないかもしれないですね。はい。<laughs> まあちょっと、時間も時間なんで、真面目な話をはな、真面目な話に戻りましょう。 明日は、えー、全日本プロレスの上げを大会でございますけども、まあえー、何と言いますか何から説明していいんだ、えー、3月30日に、えー、行われる全日本プロレス大田区大会春のビッグマッチ大田区大会の、まあ、最後の大田区大会に向けた最後の大会ではあるんじゃないかなと思います、えー、3月20日明日ですねイコス上げを水曜祝日でございます。 えー、イコスアゲオにて、えー、13時開始で、えー、12時15分開場でファンクラブ先行入場時間は12時5分となっておりますあおっさんライダーさんありがとうございますえー、グッシャーペルソナなら主役ですへえー、ペルソナはちょっとごめんなさいおっさんライダーさん見たことないんですスパチャありがとうございますうんえーとまあアゲオ大会がありますということで <coughs> それでは、えー、お待ちかねお待ちかねの方もいればそうでもない方もあると思いますが、えーまあえー、と誰かのファンクラブ撮影会とかサイン会はあ、何かしらあったような気がします,、えーとですねまあ、その辺も含めて今から、えー、対戦カードを読み上げていきたい と思います三村ロンド風三村ロンドさん風に青柳ロンドとして、えー、対戦カードを申し上げておきたいと思いますイケボタイムいきたいと思いますイケボ風タイムでいきますんで皆さんよくあのしっかりと聞いておいてください、えー、とイヤホンとかヘッドホンにしてくれても構いませんそれか、えー、と今この YouTube をお聞きになってる端末の音量を上げておいてください <laughs> ちょっと待ってっ <laughs> <laughs>、うん しゃあ、行くぜ。明日はですね、あもうすでに、えー、っと、試合順も決まってますね。はい。えー、3月20日、イコス上げ大会。全日本プロレスのイコス上げ大会でございます。第1試合、シングルマッチ、土方龍二 VS 井上涼最近は、歳三の歳ちゃんの方が出てる気するけど、土方龍二として出てくるのは、久々なんじゃないでしょうか。 それと対するは井上涼、えー、土方龍二 v ス井上涼楽しみでございます第1試合土方龍二 v ス井上涼第2試合シングルマッチ、えー、田村ブ段ス立橘聖悟これはですね最近こう全日本プロレス内ではかなり人気急上昇している橘の兄貴と 全、えー、世界ジュニア王者の田村ダンとの一騎打ちでございますね。どんな試合になるのか。こうえー、と田村ダンに関してはこう、ジュニアヘビー級には似つかわしくないパワーを持ち、橘の兄貴に関してはジュニアヘビー級に似つかわしくない。体格を持つ。もうヘビー級に行ってもいいんじゃないかと思うような。二人が明日、シングルマッチで戦います。第二試合、田村ダン、ブロシス、橘聖子。 第三試合タッグマッチ、ええ、諏訪間佐藤光ブル vs シシースス、芦野翔太郎黒潮東京ジャパン。諏訪間佐藤光組っていうのがかなり久々なんじゃないでしょうかね。芦野翔太郎黒潮東京ジャパン組もなんだかんだいいチームですからね。どんな試合になるのか楽しみです。第三試合タッグマッチ、諏訪間佐藤光ブル vs シシースス、芦野翔太郎黒潮東京ジャパン。第四試合。 シングルマッチ、明日はシングルマッチが結構多いですね、6試合中3つあります、そのシングルマッチの最後、第4試合シングルマッチ、熊嵐 VS 斉藤潤、これは、これは、これは、どんな戦いになるのか、熊対力士、どういう戦いになるんでしょうか、熊嵐も埼玉出身ですからね、あのー、地元で。 二色を飾りたいいいんじゃないかなかと思います斉藤潤もね3月30日弟が復帰し世界タッグの挑戦も決まっておりますどんな戦いになるのかこれまた楽しみなシングルマッチであります第4試合シングルマッチ熊嵐 VS 斉藤潤第5試合これ僕の試合ですよ第5試合で世界ジュニアヘビー級選手権試合前哨戦タッグマッチ宮原健とライジングハヤと VS 青柳馬武蔵このライジングハヤトが 先日の3月9日かなの後楽園ホール大会で新世界ジュニア王者となり3月30日に初防衛戦を控えております対するは武蔵、えー、道の区プロレスを退団し全日本プロレスを選んでやってきたこの武蔵果たして来の早田対武蔵どのような戦いになるのか明日の上オ大会は青柳悠馬と武蔵が初タッグということで青柳悠馬という名前をですね あのカタカナの小次郎に変えて武蔵と小次郎でロケット団を結成したいと思います、えー、ロケット団の団員のニャースをちょっと皆さんの中からあのプロレスラーではなくファンの中から募集したいと思いますのであのニャース募集中ということでぜひともよろしくお願いします明日はロケット団として、えー、と頑張りたいと思います、えー、なんだかんだと聞かれたら答えてあげるが世の情けでございます第5試合世界ジュニアヘビー級選手権試合前哨戦タッグマッチ 宮原健とライディングハヤとブロシャス、青柳馬、武蔵 <coughs> 第6試合メインイベント、3冠ヘビー級選手権試合前哨戦、6人タッグマッチ、中島和彦、大森北斗、ハートリー・ジャクソン、ブロシャス、えー、本田良樹、安西優馬、阿部文則、おっ、阿部選手、明日いるやんけ、楽しみだね。あの、この前ね、阿部選手からね、その3月17日の前日かな、ヤギ頑張ってって、ナックきたんですよ。 怪我しないように寝てきたんです。なかなかこうそういう連絡もらうことはないんですけど何かあったのかなと思ってちょっと不安だったんですけど単純にこう青柳優馬対幸之助竹下が阿部選手も楽しみだったんじゃないかなっていう感じでなんか日本人の頂上対決的な感じでしょ怪我しないで頑張ってねみたいな感じのメッセージをもらいましたね阿部選手頑張ってもらいたいそして全く関係ないんですけどハートリー・ジャクソンの「 あの入場の時に着ているジャケットの後ろに書いてあるあの「ジャクソン」って字が僕大好きなんですよねこいつ天才だなと思ったんですよ。あの横島の邪悪の「ジ邪」に駆逐の「国に尊いで「ジャクソン」って書いてあるんですよ背中にハートリー・ジャクソンの「ジャクソン」漢字版の「ジャクソン」が書いてあるんですあこいつ天才だなと思ってあの,あのちょっとあのジャケットだけ一度お借りしてみたい。 ハードリー・ジャクソンの背中に入っている漢字で書いてあるジャクソンという字にぜひとも注目していただきたい。そして3月30日の目玉カードである中島克彦対安西優馬の3冠ヘビー級選手権試合もね、楽しみにして,てください。えっ、ー、と、まあ8分で終わるみたいなんで皆さん瞬き元気んですよ。8分って何の数字で8分なんだろうね。すごいよくわからんけども。 まあ、第6試合メインイベント3冠ヘビー級選手権試合前哨戦6人タックマッチ中島勝彦大森北斗ハートリー・ジャクソンブロー,ソース本田隆貴安座優馬阿部文則ということで1つよろしくお願いいたします明日のアギ大会は123456試合ありますねお楽しみくださいえそしてですね12時15分からですねファンクラブ撮影会 ファンクラブ会員限定の撮影会が12時15分からあります、えー、ファンクラブ撮影会の、えー、担当は大森北斗選手が登場ですあいつあんまり人気ないからそんなに並ばないんだろうなかわいそうなんで皆さんもしこの中にファンクラブの方がいらっしゃったらアげおに来て並んでくださいこのブーデーマーダーズ北斗よろしくお願いしますそして12時30分開始予定の売店ではオープニングサイン会に本田龍希安西雄馬が登場とのことですね ニューピリオドの2人です。本田隆起はふざけんなということで、えー、本田隆起のサイン会にはぜひとも並ばないでくださいよろしくお願いいたします、はい、えっ、ー、と明日のアゲオ大会、えー、青柳馬ロケット団を結成したいと思いますのでぜひともお楽しみくださいよろしくお願いいたしますそれではもういい時間なんであの本日はこれにて終了したいと思います 本日も一日、えー、長々とお付き合いいただきありがとうございました。それでは皆さんまた明日あげをまたは3月30日の大田区でお会いしましょう。さようならバイバイおやすみなさい。